今日はね、ゴークスキルをね、特訓したいと思います。はい、どうも、テラです。今日ですね、まあ、前回ね、あのパルクールの大会とかでみんなね、めっちゃコークやるやんと思って、テラ全然コークできないんだよと思いながらね、見てたんですよ。なんで、今日はね、ゴークスキルをね、特訓したいと思います。まあ、普通の平地だと意外とできるんで、まあ、段差あるところとかがね、そこがね、ほんとむずいんで、そこね、やっていこう。よし、それでいきましょう。どうぞ。テラズチャンネルやってみるか。できなくないんだよな、多分。意外とね、段差から、ここだとやっぱできんだよ。それはマットだろ。普通のね、段差がね、怖くて怖くて仕方ないんですよ。あ、怖かった。なんかな、ちょっとどんくささが。はい、抜けてた。こっちですか。こっちね、行ってから。ちょっとまだ抜けましたね。むずいな。ああ、よかった。まだ膝が抜きましたか。お、ちょっときました。テンションがちゃんと使った感じが。うわ。どうぞ。どうぞ。いや、どうぞ。あ、どうぞ。だけね、高いとね、ダブルコークやった方がいいよね。怖いんですけどね。できるかな。段差コークね、マジで苦手なんだけど。コークだった今。いや、コークでしたよ。本当？よっしゃー。意外といきますね。はい、というわけでね、段差からのコークってやっぱね、普通の地面でやるよりかね、簡単ですね。やっぱね、ダブルコークとかね、やっていかなきゃいけないんだよね。まあ、コークスキルはね、僕の憧れの技でもあるんで、はい、もっと上手くできるように挑戦していきます。それでは今日はこのところで、バイバイ。あ、段差コーク。待ってよ。